大分トリニータは大分トリニータ U18 所属、このヒロト選手の来季トップチーム昇格を決定しました。身長193センチと長身のゴールキーパー、活躍が期待されます。会見と囲み取材今終わりまして、なんかほっとした表情見えてましたけど、いかがでしたか？そうですね、最初入っていた時、まあ、緊張しちゃいました。評価はいかがですか、終わってみて。まあ、10点中5点です。あ、本分？じゃあまだまだ伸びしろがたくさんあるということで、はい、特に仲良くしている先輩っていますか？同じキーパーの濱田太郎君です。どんなことを教えてもらってますか？やっぱり自分ミスすることが多いんですけど、練習中、まあ、優しくアドバイスしてくれることも多いですし、まあ、ピッチ外のところでも優しく声をかけてくれて、まあ、よく話すのは e フットボールっていうゲームのことなんですけど、そのことを聞きました。ゲーム好きなんですか？はい。どっちが？いや、なんか今はそれ結構なんか争ってるというか、どっちも俺が強いだろうみたいな状態なんですけど、はい、自分的には自分が強いと思います。そこは譲れないという感じですね。はい、譲れないです。そして今あの手にねしっかりと抱いてますが、ニータンに関しては？ニータン可愛いです、めちゃくちゃ。これからまたさらに仲を深めていきたいというところもあったりしますか？はい、はい、この度トップ昇格することになりました、このヒョットです。来年から試合に絡んでいけるように頑張るので応援よろしくお願いします。キックオフ大分、ありがとうございました。もう背高いから、こんな高いとこ狙ってるわ。大分トリニータは前節ホームでモンテリオ山形と対戦しました。残留争いを抜け出すためにも負けられない一戦。19本シュートを放ちますが、チャンスをことごとく相手の攻守に阻まれ無得点に終わりました。リーグ4試合未勝利と苦境脱出とはなりませんでした。しかしこの試合で嬉しい話題が。長く怪我で戦列を離れていた屋敷選手が後半に途中出場、頼もしい復帰となりました。1年3ヶ月ぶりのピッチでしたが、いかがでしたか？まあ、やっと戻ってこれたのは本当に嬉しく思います。いろんな思いがあったと思うんですが、そのあたりというのは？まあ本当に、まあ、何回か復帰して怪我しての繰り返しで、まあ、本当に悔しい思いしてたんで、まあ、ピッチに立ったら必ず、まあ、自分の全て出そうと思って。難しい状況で投入されましたが、監督からはどんな指示がありましたか？まあ、やっぱ奪ったら自分はやっぱスピードだったらあるんで、まあ、一番に背後狙ってどんどんゴール狙ってこいって言われました。復帰した時期というのがチームが非常に苦しい状況ではあると思うんですが、まあ、選手間ではどんな話をされてますか？あとはもう結果にこだわって勝つしかないっていうところで、本当に全員が全て出し切って戦おうっていうのは出てます。怪我をしているリハビリ中は非常に本当に苦しい思いがあったと伺っています。そのあたりについてはいかがですか、振り返って？まあ、本当にさっきも言ったように、まあ、本当あと少しで復帰っていうところでやっぱ怪我してしまって、まあ、それ 3,4 回繰り返して、まあ、練習試合とかは出てたりしてたんですけど、まあ、そこからまた怪我したりで本当に、まあ、あと一歩っていうところが、そこから進めなくて本当悔しい思いはしてたんで。怪我をした時もそうだったと思うんですけど、その時の方が結構苦しかったという話を以前されてましたけど、支えになったものだったり、そういう時にどうやって乗り越えてきましたか？まあ、怪我してる時でもやっぱり、まあ、サポーターとかからは、まあ、頑張れだったり、まあ、応援のメッセージとかいただいたり、まあ、一番お支えはやっぱ家族からの連絡だったり、まあ、友達から、まあ、待ってるみたいな感じで言われてたのは本当に励みになりました。トレーニング街では爆発してましたね。はい、まあ、でももともと自分前線でやってたんで、ずっと、まあ、最近そこで使ってもらって、まあ、やって点取って形
って表せたのは良かったなと思います。まあ、自分が出るときはやっぱりそのトップ下とかボランチの選手にはまあ持ったときに自分が背後を狙うから見ててっていうのは言ってて、まあ、そこでまあ点も背後を取ったりで決めれたんでそこは良かったかなと思います。手応えはいかがですか？あります。ここからの戦いどのようなプレーで見せていきたいですか？本当に自分は、まあ、前線で出たら背後を取ったりとかやっぱスピードが武器なんで、まあ、そういうとこを発揮して点取れたらなと思います。まあ、残留争いとかなると思うんですけど、まあ、自分が点取って、まあ、必ず残留して、まあ、自分のためにもチームのためにも戦うんでこれからも応援よろしくお願いします。9月7日のホームゲームでは敬老の日に向けて人生の先輩からのエール企画お披露目会が行われました。 B サポーターズとは普段は周囲に支えられる場面の多い皆さんが地元サッカークラブのサポーターになることで支える存在になるプロジェクト。人生の先輩からのエール企画では県内の高齢者施設に入居している皆さんから選手、クラブへの応援メッセージを集めて横断幕を制作しました。大分トリニータは本年度が初参加。地域の皆さんとのつながりを強くしていきます。そして大分トリニータは今日アウェーで徳島ヴォルティスと対戦します。残留するために負けられない戦いが続きます。勝利を願いみんなで応援しましょう。キックオフ大分。第6回田野浦ビーチサッカー大会にお邪魔しています。気温よりも熱い熱戦が繰り広げられています。大分県サッカー協会主催の田野浦ビーチサッカー大会、県内外からチームが参加。一般クラスとフレンドリークラスに分かれ熱戦を繰り広げました。6回目となるこのビーチサッカー大会、まずはどんな大会なのか教えてください。はい、田野浦のビーチを使って、ビーチサッカーを大会を開いています。今日は一般カテゴリーとフレンドのカテゴリーと2つに分けて開催しました。いやもう皆さん笑顔がすごいですね。そうですね、開放的なところもあって海も近いですし楽しいんじゃないかと思ってます。やっぱりこういった環境で楽しむことができるのがビーチサッカーの魅力ですかね。そうですね。そして今日は県外からの参加もありましたね。そうですね、毎回宮崎のチームは参加してくれて助かってます。今日はどちらから参加でしょう？宮崎から来ました。宮崎からようこそ大分へ、はい、初戦見事勝利を収めましたがいかがですか？最初の方はやっぱりこう久しぶりに全員揃ってサッカーをしたので最初の方はかなり戸惑いましたけど、まあ、後半みんなちょっとどんどん噛み合ってきて、まあ、無事に勝ててよかったなという、はい、そうですね。どうでしょうこの大分のビーチでビーチサッカー。暑いですね。もう九州で涼しいところがなくて困ってます。はい、この暑さに負けずこの後の試合も頑張ってください。ありがとうございます。大会には元大分トリニータの姫野雄也さんも参加。残暑の中みんなで汗を流しました。初めてです。どうでした？めちゃくちゃむずいですね。もう何もできないです。ボールが思うように進まないです。とにかくもうなんか変なところにボールが転がるんでめちゃくちゃ難しかったです。今日はこうどんなチームで？マリ様。元々 NFC といって、まあ、社会人のフットサルチームをやってて、まあ、一応ビーチサッカー大会にも出てるチームにちょっと入れてもらってやってます。じゃあそういったところからこう大分のサッカー界盛り上げたいなみたいな思いはあるんですかね？そうですね、まあ、ビーチサッカーも大分でもっともっとこうやる人が増えてきたらいいのかなと思ってちょっと、まあ、SNS とかでもちょっとビーチサッカーを載せてそういうビーチサッカーの人口も増えてくれたらいいなと思います。こういったビーチサッカー大会を通して、まあ、今後こうどういうふうに大分のこのサッカー界を盛り上げていきたいなど展望はありますか？
まず公式大会が5月に、あります。それが九州大会や全国大会につながる試合ですので、そういう試合は公式戦ですのでちゃんと登録した選手が出ないといけないんですけども、フレンドで、どなたでも仲間内で楽しめるスポーツになっております。参加チームを集めて盛り上げたいと思います。大分トリニータ小坂新太です。松岡隼人です。僕の誕生日の9月21日、アウェイ横浜 FC 戦でパブリックビューイングが開催されます。負けられない戦いが続きます。ぜひ大分駅前オーベース感謝祭会場で僕たちの後押しをお願いします。待ってます。